今回は西洋ミツバチの天使標本を作っていきます。用意する道具は天使板、天使テープ、ペフ板、ピンセット、昆虫針、待ち針です。待ち針は長いものがあると作りやすいです。それでは作っていきましょう。標本に取り掛かる前に天使板に天使テープを内側の溝に合わせて固定します。このように天使テープに線が書いてある場合は左右の線の高さを合わせると羽を広げるときに便利です。針は垂直に刺した後少し斜めにすると抜けにくくなります。ペフ板の上で頭を上げ手足を広げていきます。触角が長い場合は触角も伸ばしておきましょう。次に昆虫針を刺していきます。針を刺す場所は羽の付け根を結んだ真ん中あたりです。針が垂直に刺さるようにしましょう。標本を昆虫針の上の方まで上げておきます。平均台があればそれで調節してもいいと思います。標本を天使板に刺していきます。いろんな方向から見て垂直に刺さるようにします。垂直に刺さったらピンセットで標本を下げます。次に羽を天使テープで固定します。主脈に昆虫針などの細い針を引っ掛けるようにし、天使テープを少し浮かして羽をスライドさせながら上げます。蜂の場合、2枚の羽は離さない方が綺麗だと思います。羽の高さは自由ですが、個人的には頭のあたりまで上げると綺麗です。短い待ち針を2、3本使い、羽をしっかりと固定します。羽に刺さないように注意してください。次に、頭と前足を上げていきます。長い待ち針を斜めから入れ、頭や前足を支えながら反対側の板の側面に刺します。中足を上げていきます。長い場合は後ろに伸ばすのが一般的です。次に腹部を上げていきます。
体と平行にするより少し下げた方がより自然だと思います。次に後ろ足を上げていきます。後ろ足の高さもお好みですが、腹部より上にあると不自然に見えてしまいます。触覚を整えます。触覚の長さによっては針を使って支えるようにしてください。最後に全体を整えます。この状態のまま乾燥剤と防虫剤を入れた箱の中に天使板ごと入れ、2から3週間乾燥させます。乾燥後、針とテープをすべて外して完成です。ラベルの付け方に関しては、半妙編をご覧ください。